はい、それでは引き続き北欧の生地、布をご紹介いたします。はい、もう一目でわかるという形ですね、はい、好きな方はホイバート一家のデザインですね。はい、サバンナでしょうかね。はい、こう草むらから動物たちが顔を覗かせてます。かわいいですね。かわいいですね。これなんか仕立てマリメッコのタグがついてるから、マリメッコで仕立てられて、はい、多分使ってないんじゃないかなみたいな感じですよね。感じですね。はい、使用感がないですね。ないです。とてもいいコンディションですから。はい、大きなタペストリーのようにインテリアとして、はい、テーブルクロスとしてもね、面白いですよね。生地もとしっかりしてるんですよね。しっかりしますね。ですか。かわいい。どの動物をね、真ん中に置こうかなって。これを眺めながらね、はい、ティータイムも、はい、いいですね。いいですね。カエルがいます。カエルがいますね。はい、これは何だろう。何でしょうかね。何ですかね。ちっちゃな動物が結構いますね。ね、はい、はい、こちらはマリメッコの生地で、クリスティーナ・イッソラのデザインになります。デルマップ、はい、ベースがなんかこれアイボリーっぽいですね。アイボリーっぽいですね。でわざとカラー、トーンを落としてるんで、はい、レトロ感が強いんですよ ね、はい、ね。今まで 1,2 回ご紹介したことあるんですけども、うん、生地がこうベースが違うんですよね。そうですね、はい、いいですね、このレトロ感が ね。テーブルクロスしてもいいですよ。フルーツがいっぱい、あ、なんかティーが合いそうな気がします。そうですね。お紅茶が。アップルティー。はい、いいですね。フルスティーがいいですね。はい。はい、こちらは北欧の生地で、タンペラになりますね。はい。はい、いいでしょう。こういった感じのタンペラは初めてですね。初めてですね。こう両側に。うん。うん、これが本当北欧の脳。見てるみたいで、はい、こんな感じなんです。これでまたいいでしょう。こういう何か作ってもいいですね。はい、カフェカーテン、カフェカーテン、うん、ファブリックパネル、はい、素敵ですね。いいですね。これちょっと切れてはいるんですが、ミシオっぽいんですよね。そうですね。こうやってやるとここが結構開くんで、こうテーブルクロスとしてもね、はい、楽しめますね。素敵です。素敵です、はい。引き続きこちらも北欧の生地なんですが、はいはい、ちょっとクレジットがないので、うん、正確なことは今お伝えはできないんですが、多分マリメッコではないかと思います。可愛、うん、いですね。いろんな動物が。こぶった。ニワトリ、ネコ、アヒル、オンサマーハウス、います、はい、朝日でしょうかね。朝日ですね。ね、とても素敵なデザインですね。うん、はい、はい。なんかこちらも未使用のようですね。そうですね、未使用っぽいですね。楽しいですね。こういうかわいい絵柄ってやっぱフィンランドですよね。うん、そうですね。北欧の中でもね、はい、ほんとフィンランドを感じますね。はい、こちらは北欧の生地で、フィンレンソンの、うん、ものになります。テーブルクロスですね。クロスですね。ちょっとこう肌触りザラザラあるような生地質でしっかりとしたね、はい、生地になります。はい、お花がかわいいですね。ぴったりじゃん。うちのこうラウンドテーブルもぴったりなんです。ぴったりです。はい、ね、こういう中でやっぱり、うん、ティータイムを楽しむと、そうですね、話も盛り上がりますね。そうですね、盛り上がっちゃいますね。はい、こちらはアーリッカになります。うん、アーリッカっていうとよくね、木工雑貨でね、うん、知られていますけれども、実はこういった
時々ね、生地とか、はい、布団カバーとかね、そうなんですね、あるんですよね、うん、はい。これはベージュクリーム色系っていうんでしょうかね、はい。でアリッカのもう本当にマーク羊さん、はい、代表的なキャラクターですね。キャラクターです。でカバーですから当然裏も同じ、ね、はい、生地になってます。で広げれば倍の大きさになりますので、はい、いろんなものをね、はい、作れるかなと思います、はいはい。もちろんこれからね衣替えですので、うん、あの布団カバーとしてね、はい、使っていただいてもいいですし、はい、あのちょっとこう解体して、うん、あのベッドカバーとかね、はい、結構いいにとソファーカバーとか、はい、はい、いろんなところにね、はい、使っていただいてもいいと思います、はい。こちらは歩行の生地で、多分こちらもクレジットがないんですけれども、マリメッコでした。マリメッコでした。タグがね、古い時代のタグがね、はい、マリメッコでございます。薄くなってますけどね、はい、マリメッコの生地になります、はいはい。テーブルクロスですね。ね、なんかパターン出てこないんですけど、このいろんなところ使えてますよね。ランチョンマットとかね、はい、もうラウンドですから、うん、ですね、ちょっといいですね。うちに欲しいですね、一番。買ってくれますか？こちらはマリメッコの生地でピッコロですね、はい、はい。未使用のようです、はい。これでクッションカバー作ってもいいですし、栄養のトートバッグ作ってもいいですよね。ファブリックバッグもいいですよね。ね、よいしょ、うん、一人芝居やってくれてます、はい、はい。ビキルース2枚ですね、はい。私のサンドベージュのこの廃盤のビキルースでございます、はいはい。私の方は白に水色ですね、うん、薄いブルーのカラーになります。このパターンね、もう梅食堂でね、あの鍋つかみかなんか使ってます。そうですね、使ってましたね、もめ食堂でね。あの皆さん当分このフレーズ出てきますから、はい、梅食堂っていうのが、はい、さらっと流してください、はい。ここの制作いいですね。いいですね、はい。まあ、はい、ここの制作にいいですね。いいですね、はい。こちらムイヤですね、はい。未使用のムイヤの歯切れでございます。多分これ反転なんだと思うんですけど、はい、ただ黒に見えますよね。でも多分 こっちの多分反転だと思います、ね。同じ時期に出たパターンですからね、はい、もうないですよね。ないですね、はい。ちょうど今の時期サルスベリのピンクとかでね、でこれからボルドー、いいですね、ブドウのボルドーとかいいですよね。ワインのね、はい、そんなイメージ。それちょっと色目がなんか目にね、目が欲しがってますよね、はい、はい。それを狙ったんです。あ、そうですここの生息にいいですね、うん、いいですね、はい。フィンランドの、はい、いいですね。黄色が可愛いですね。ちょっとレトロ感を感じます。そうですね、はい、ですね、はい。ちょっとすいません、はい、はい、イメージしてください。はい、こちらムーミンのピロケースになりますね、はい。こちらも結構ヴィンテージですね、うん、これヴィンテージですね、1990年代のヴィンテージ、はい、もう今ないですね、はい。と思ったらこういう柄で、裏はこれが、はい、いいですよ。これスレ感がまたこうね、フィンランドの暮らしの中でね、はい、こう時を刻んできて、このスレ感がね、いいですね、はい。そういった可愛い、なんかプロケースですよね、はい。なんかあのムーミンの夢を見そうです。そうですね、はい、そうですね、楽しいね、はい。で次はすみません、最近手じゃなくてもマリメッコの、はいはい、プロケースクッションカバーになります。この生地がね出てきてね、あのマリメッコの色ですよ、はい。ただパターン名がいつも分かんないんで、こう、はい、そこまでのご紹介なんですけど、ちゃんとマリメッコの製品としてね、はい、こういうものがございます。いいですね、はい。ネイビーにグリーン、グリーン落ち着いてね、はい、ね。マリメッコの夢を見ると思います。そうですね、はい、はい。以上でしょうかね、はい、はい。ということで、まだまだ残暑厳しい。本当厳しいですね。あのうちいつも布団なんで干してるんですけども、
干したての布団にこの間飛び込んだらとても暑かった。暑いですね。冷めるの待たないと寝られないですね。それほど本当まだね、うん、暑いですよね、うん、でもなんかこう日差しは少し柔らかくなってきましたかね、はいはい、虫の音が聞こえてきてね。そうですね、うん、あと20日、まあ、1月ぐらいですかね。この暑さ、暑さ続きますか。暑さ寒さの彼岸まで、はい、もう少し3週間ぐらいの辛抱でしょうかね。そうです ね、 ね、だんだんこうお野菜もね、夏野菜もなくなってきて、ちょっと硬くなってたりとかね、うん、最後の方ですけど ね、はい、でも楽しみましたね、夏野菜も、ね、はい、はい、これからね、ちょっと夏の疲れが出る頃だと思いますので、うん、はい、皆さんね、睡眠、うん、睡眠です、食事、はい、運動、この三本柱トライアングルでしょうか。そうです、はい、もう大切な三本柱ですね。人生を楽しく生きていくための三本柱です、ね、はい、すみません、もうそろそろこちらエンディングノートなんでエンディングノート書くのまだ早いでしょう。でもいいかなと思う、エンディングノートね。もうだいたい人生の着地地点を決めておくと意外と楽しいかもしれませんよ。この年までこれをやって、これをやってって、どちらかさん書いてくださいね。私年齢が離れてますからまだ、はい、まあ、こう結構体力の衰えとやりたいことのねバランスですね。バランスですね、はい、はい、ということでね、うん、今週はティーマと、はい、はい、北欧の記事をまとめてみました。はい疲れてる、ちょっと夏の疲れが出てるなんかね、言葉がちょっと頭回んない、暑さでね。そうなんです、ちょっとエアコンがはい、失礼いたしましたはい、ということで、どちらかさんまとめていただけますか。いや、もう言ったんで、もいいですか。僕が言ったから3本柱、はい、睡眠、はい、食事、運動、はい、はい、ということで、それでまとめさせていただきましたので、はい、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。